あるスーメン卵は福岡で作ってましたね。コスモスのスズメン卵は甘辛醤油の味スズメって書いてありますけど、まあ同じもんですね。延岡弁の安堵したってやつはですね、安心したって意味がなくてですね、最近あやつはスズメン卵を食いらんがどうしたもんじゃろかいって言ってた時は、ああもうスズメン卵を食いすぎて安堵したわーって、飽きてしもたーって意味ですね、安堵したって。ゴールデンゲームスは日本記録とか出ちゃっちゃろかい。あ、普通の競技会と違ってですね、選手と観客の間が近いんですよね。で、地元の企業やらの看板がトラックの周りに置いてあって、それをバン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 叩いて応援するんですけど、あんがなったらどんぐりだったのか、昼間練習してあんげ夜走ってちょちょいと記録が出るもんじゃったろうか。
集まる。